ハンバーガーのセットメニューを注文すると、通常はハンバーガーにコーラ、フライドポテトがついてきます。ところでフライドポテトを食べるときに、不思議なほど長いフライドポテトをよく見かけます。ここで今回のテーマの疑問が生じます。フライドポテトはジャガイモを細切りにして揚げたものですが、不思議なほど長いフライドポテトはどうやって細切りにすれば作れるのでしょうか？実はフライドポテトの作り方を有名なハンバーガーチェーン店が映像で公開したことがあります。彼らが公開した映像を見ると、大量生産のために機械を使用するということ以外には、私たちが一般的に知っているフライドポテトを作る過程と比べ大きく違うことはありませんでした。それではたまたま本当に大きなジャガイモがあって、そのジャガイモを細切りにして作ったのでしょうか。今回のテーマの疑問を持った人が考えるジャガイモは、蒸気の写真のようなジャガイモの形だと思います。丸くて拳ほどの大きさのジャガイモであり、この写真のようなジャガイモを思い浮かべていれば、テーマの疑問が生じることでしょう。しかしジャガイモには多くの種類があります。フライドポテト用に使用されるジャガイモは、アメリカ産のラセットというジャガイモです。ラセットは大きくて長いため細切りにすると長いフライドポテトが作れます。これと関連して有名ハンバーガーチェーン店にも関連内容について問い合わせてみました。じゃがいもを丸ごとカッターに通して細切りにし、冷凍工程後に店頭で揚げる方法はさほど違いがありませんでした。ところであえてアメリカ産のラセットを使うのはどうしてでしょうか。アメリカのラセットは澱粉の多い粉質系じゃがいもです。水分の多い粘質系ジャガイモはポテトには不向きです。また本店で供給される製品と同じ状態で供給するためという理由もあります。もちろん必ずしもラセットを使ってフライドポテトを長くしているわけではありません。お店ごとにフライドポテトの作り方は異なります。ある場所ではポテトを練ったり型を使って人工的に長いフライドポテトを作ることもあります。したがって長いフライドポテトが全てラセットであるということではありません。ここまでで今回のテーマの疑問は解決しました。次にフライドポテトに関して面白い論争が見つかったので共有します。フライドポテトを英語ではフレンチフライと言いますが、これはフランス風に作られたフライドポテトという意味があります。しかしこれに関してベルギーがフライドポテトの元祖はベルギーであり、ベルギーフライと呼ぶべきだと主張し、世間の注目を集めたことがあります。ベルギーの主張によると、第一次世界大戦当時、ワロン地域でフライドポテトを初めて食べたアメリカ軍が、ワロンをフランス領地だと勘違いして、それをフランス料理だと思ってフレンチフライと言ったのが、間違ったまま広がったそうです。そして援助を主張するために、2014年にはユネスコの世界文化遺産へ登録申請するということで話題になりましたが、フランスとの論争の結果、登録されることはありませんでした。疑問は解決されましたか？